まだ大使が残っていたか。それは近藤さんの羽織だぞ。なぜそれを着ている。貴様何者だ。俺が近藤勇だ。今はな。ふざけるな。近藤さんはどうした。近藤ならちょいと遠いところへ閉じ込めてやったよ。何。マインドコントロールモード。なんだ、妖術か。行け。はい、局長。このままでは底知れない闇に飲み込まれてしまう。お前は強靭な精神力の持ち主だ。名前は。新選組一番隊隊長、沖田総司。沖田、そうか。これは面白いことになりそうだ。何？だがその体じゃ立ち上がるのもやっとのようだな。お前、力が欲しくないか。力？これさ。無駄だ。こんな妖術になど。俺の力を感じるか。何？胸の苦しさが消えていく。そうだろ。やめろ。自由に動ける力が欲しいだろ。なんだこれは。俺の中に活力が蘇ってくる。俺の言う通りにすれば、お前が見たこともないようなものすごい力を与えてやる。力を与える。